してようよ。おんぶしてくれるなら行くしかないね。仕方ないな。よいしょっと。最適サイズは C カップだって聞いたことあるし。
部。このボリューム、ノーコメントなんだ。やっぱり減ってるんだ。イチゴにとってもこれは重要な話題だよ。将来的に。ポテチ多めって。もしかしてイチゴがシーじゃ物足りない。つまり巨乳派。そういう意味じゃなくて、朝ごはん多めに買ったからその分重くなったでしょ。体重の話題振るんだもん。ううん、イチゴが私の心配してくれてるのは分かってるから。
ありがとう。頭の後ろにね。もしも朝起きるの大変だったら、うにゃ、別にセナは困らないでしょ。文芸部は個人活動がメインなんだから。部長だって、どうしたの？お布団でゴロゴロするのが幸せな気温だし。いちごくんにまゆーちゃんじゃないか。おはよう。
ちょ、それ隠して。劇場を経営しているものだからね。つい人を面白がらせる。エンターテインメントのためなら誰にでも見せるとかよくない。おやおや、誰にでもなんてことはないよ。私と君は知らない仲じゃないだろう。文芸部は随分と早起きなんだね。今日は急ぎの仕事があったんだよ。文化祭の関連でね。忙しいことも楽しいさ。お祭りは大好きだからね。君たちも文化祭のために。それは感心だ。この早久保学園が大好きなんだね。私もこの学園が大好きだよ。生徒たちみんなが優しくて楽しい子たちばかりだからね。どうして？優しい恋人を持って幸せだね、まゆうちゃん。将来は誓った仲だから恋人以上の関係です。君たちは本当に仲がいいね。羨ましいよ。ケルベロスは？
校舎に入るまでは一緒だったんだけれど、生徒会室で少し仕事をしているうちにいなくなってしまって、朝ごはんをまだあげていなかったからあげないといけないんだわ。私が探していたと伝えてくれるだけで大丈夫だよ。ケルベロスは優秀だからね。私が探していると知ればあちらからやってきてくれるんだ。ありがとう、世話になる。私はケロベロスを探しているし、探しながらつまんでいるから大丈夫だよ。二人きりの朝食を楽しんでくるといい。それじゃあ、私は相棒探しに戻ることにするよ。ありがとう。よろしく頼む。パンツが見たいなら私がいつでも見せてあげる。昔の夢見たからか。
おんぶありがとう、いちご。セナの声？やめてください、ケルちゃん。おう、どういう状況？そうじゃなくて、いつからそこにいたんですか？